東京テレポート駅は東京都江東区大見一丁目にある東京臨海高速鉄道臨海線の駅である。また、臨海線公式ウェブサイトに掲載されている路線図では、と括弧書きが付されている。駅番号は R04。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。地上に最高窓があり、地下のホームまで自然光が届く設計となっている。 世界都市博覧会会場の最寄り駅として建設された経緯からホームコンコースともに広々とした構造になっており乗降客が増えた現在でも収容力にはかなりの余裕があるイベント開催時などの繁忙期に備えて臨時の自動券売機と自動生産機が設置されている混雑が予想される日にはあらかじめ帰りの乗車券を購入するように案内放送がされる 電車到着時には、東京テレポート、東京テレポートです。富士テレビにおいでの方は当駅が、下車駅ですの放送と到着電車の案内がされる。発車メロディは、2008年7月19日から、富士テレビとの協力により、同局が、制作し当駅近隣の地域一体が舞台となった、ドラマ、踊る、大捜査線のテーマ曲を編曲したものに変更された。 臨海線の駅でご当地メロディが導入されるのは、当駅が初めてである。ただし、2012年12月から2013年1月のみ、東映系アニメ映画、ワンピースフィルム Z のテーマ曲を使用していた。2019年度の1日平均乗車辞任は34,652人で、あり、臨海線内8駅中、第3位。 開業以来の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。東京臨海高速鉄道本社あたり、駅周辺のお台場地区は、アクアシティを、台場、デックス東京ビーチ、ダイバーシティ、東京プラザ、パレットタウンなど、大型商業施設、レジャー施設が林立している。一方で、ダイバーシティ、東京オフィスタワー、トレードピアを台場、 ダイバフロンティアビルなどといった高層オフィスビルも多く、林立している。駅東側の A 出口に隣接して、屋根付きの歩行者専用橋である、テレポートブリッジが、南北方向にかかり、ゆりかもめをダイバ海貧公園駅まで通路で、結ばれている。当駅からは改札外エレベーターが、テレポートブリッジに直結している。また、駅南側の広場とパレットタウンを抜けた先に、 ゆりかもめ大見駅があり、ほぼ直線的にアクセス可能である。駅前にロータリーがあり、停留所名は東京テレポート駅前である。下記の路線バスが乗り入れており、東京都交通局、京浜急行バスなどにより運行されている。東京テレポート駅高速バス3番乗り場1番、乗り場3番乗り場駅正面乗り場駐車区出店。ありがとうございます。